マミムメモ、さやかです。黒の奇跡2第1部サイド B をやっているところでして、トリオンタワーから帰ってきたところですね。掲示板どうしようかしら、 OSPG が来てるみたい。格安ティーフォンの詐欺、前にトリオンモールで声をかけられたんだ。格安ティーフォン買わないかってさ、つい話に乗せられて買っちゃったんだけど、詐欺だったってことが分かったんだ。どうか相談に乗ってほしい。トリオンモールの掲示板近くで待ってるね。ネット。自業自得感否めないけど、あ、あなたでしたか。めちゃくちゃ見るところまで見られてたかも。うん、条件付きで販売してる。そういう時ってさ、ネット回線契約とかあるよね。まあね、知ってる人から知ったらね。1台2万ミラするんだ。へえ、正確なミラーの金額を聞くの初めてだわ。そういう2万ミラは高級品なんだね。へえ、私らで言うと何いくらぐらいになるのかね。だってもうさ、スマホさ普通に14万とかするようになっちゃったじゃん。20万って言われたら高ってなるかね。一桁多いぐらいかな。あのね、ほんとね、美味しい話って絶対裏があるからさ、絶対疑ってかかるというか、もう無視するよね。あー、なるほど。だから言えなかったんだね。なるほど。じゃあ裏解決やんならいいだろうぐらいな感じなんか。カメラ機能はないし、通信だってまともに繋がらない。へー、急を据えてやってほしいのはあるけど、ティーフォンに支払ったミラーを取り返してほしい。なあちゃん。今となってワノコもランクインしてくる。もしかしてラーちゃんのこと？ラーちゃんそこまで上に行ったの？素晴らしいね。まあ受けますよ、全部やるので。わし、どういう結末になるかね。泣きなしのやる気出してくれるか、それありがたい話だな。なるほど。グランシャリネ、年数によってはかなりの高級品に入れてないね。オリビエが飲んだやつ。OSPG 始めよっか。ほいほい。ベルノストアムにて聞いていいかな、ティーフォンを見ている親子。あー、そっかそっか。あー、そうなんだ、偉いね。うん、賢明な判断です。
今日のノルマ、姉子に怒られる。姉子か。はい、ありがとう。ね、そしてカイナさんにも聞く。少しいいですか。うん、じゃあ客にしか言ってない。うまいこと立ち回ってる。相手は素人じゃないのかもか。携帯端末を持つのは T4 が初めてって人が多い。はいはいはい。間違った設定や間違った使い方をして壊れたって勘違いする人が多い。へえ。ああなるほどね。中身全く別物。エニグマ。まさかのエニグマでした。戦術動力機としての機能は抜かれてる。あ、だからカメラがないんか。なるほどね。だってそのゼロの奇跡、青の奇跡はその電話だけはできてたもんね。アークスからだよね、あのカメラがつき始めたの。動画とか撮れたりね。ね、なるほどな。久々に聞いたね、エニグマ。はい、はい、ヨロピクピク。うん、どうするの？またよろしくね。さ、リベールアンテナショップに来まして、リーラ店長、またお話ができる。なんかこうポロッと言わないから、ポロッと。うん、はいはいはい。で、価格帯から選び抜いたグランシャニーね。へえ。返品とか苦情はない。うん、気になることがある。さすがリラさん。ほうほう。年が明けて少し経った頃。へえ。ほぼ毎日来てる。昼から夕方にかけてか。さすがリラさんだね。お姉さん、周りをよく見てるんだね。ねえ、そりゃあそうですよ。これついに突っ込んでくれるんじゃない。細かい所作も綺麗だよね。とはいえ貴族レベルっていうわけではない。となると普段から気を配るような仕事、まるでいいところのメイドさんみたいだね。さすがなーちゃん。さすがなーちゃん。ボスのこと言ってくれる。ご明察です。目の前に謎があると解かずにはいられない。それが探偵の差がなのです。隠してるわけではないのでお気になさらず。あ、来ました、ありがとうございます。リベールにいた頃は商業都市として有名なボース市におりまして、メイドとして長い間とあるお嬢様に仕えてたんですよね。あ、そうなんだ。メイベルさんの提案がきっかけだったんだ。へえ、さすがだね。うん、市長さんだからね。そう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 、今もやってるんだろうね。いやー、そっち方面にはまだ行ったことないんだよね。行きましょうよ。行きましょうよね。素敵な旅行になると思いますよ。あ、ありがとう。ありがとう。うん、了解。やりきった感じするか。映画見ちゃうか。
背徳感いいよね。わかる。はい、昼から夕方にかけてね。うん。うん、姉御がいるってね。ネームドキャラかな。お、避けて通れないと思うよ、すーちゃん。演じる系、女装系、変装ならぬ偽装おとり作戦。うん。凝った設定にはしないでくれよ。お、別動態としてオッケー。え、ま、な、え、ま、え、なんかその2人がそういうことしてくれるの見れるの嬉しくないですか。そのお金は誰が出すんですか。はい。あ、そんな十数分で来た。久しぶりとダーリンとデートができて嬉しいな。嬉しいね。後ろの人ですか。今日何買ってくれんの。照れてる場合じゃない。待って待って待って。照れてる場合。照れるの。ねえ、見逃せないんだけど。照れるの。お、普段より多めにお小遣いもらった。ハニーに特別なプレゼントした。あ、照れるってそっちのことか。なるほどね。演技が照れる方面ね。はい。前から思ってたんだ、いつでもどこでもハニーの声が聞きたいってな。はい、イケボが出して。今日は2人のティーフォン買う。ダーリン在庫。どれどれ、1万ミラだと、じゃない2万ミラだと4万もするのか。ティーフォン買ってくれないの。分割払いとかダサいんだけど、もっとかっこいいところ見せてよダーリン。あの親子どう思ってるんだろう。これはこれはバカそうな2人組。またあの髪の毛変わった人ですね。新髪型じゃん、モブの。ごめんよハニー、そんな悲しいこと言わないでくれ。来ますか。お、来ましたね。お、ちょうどですね、もうドンピシャ。行きましょうダーリン&ハニー。おかしいのところじゃん。5000円ミラか。6台マジ。ダーリン最高。やっぱノルマ達成なんだね。聞こえてるぞ。お金は払ったの。お金払ってるんだろうねこれね。いっぱいあるティーフォン、かっこエニグマ。あー、そっかそっか、依頼主がティーフォンを偽装した可能性か。はい、依頼主は信用して大丈夫かも。おい、はい、地下鉄に乗ってタイレル地区。ほうほうほう。
出たはい。お、タイレル通信横じゃん。よっと。よし。見つけた。あれちょっと待ってえ、これマギサバーさんって言わない？大丈夫？姉さん、姉さん、マギサバーさんっていうお名前じゃありませんか？マギサバーマギサバーさん、何やってるんすか？誠意を見せるのも大事？どういうこと？あー、そう？そうなんかな。そうかもしれませんね大陸を股にかけた伝説の偽ブランド商、姉子のことを尊敬してるっすいやー、ブラック企業さながらって感じですね。あつふたつっぽりにひれ伏すがいい裏解決屋ですか？それにしても見かけない顔ですね。マキサバーさん、次々とお世話になりますね、プレイヤーの。悪名高い偽ブランド商、お縄についてもらおうか何回目だようん、猫かぶりのおばあさん、あ、来ますか、来ますかね。マギサばあさん、そろそろボイサーついてもいいんじゃないどいつもこいつも生意気言ってんじゃないよこのクソガキのは出ました、終わりのでございます、いただきました人様をストーカーにした上に盗撮して恥ずかしいと思わないのかい健在ですねで、出た、あれ名物の逆切れいや、名物いただきましたね、楽しすぎますね耳が痛いんですね声でっか。いや、とりあえずこう脅して逃げようとしている感じですかね。あ、永久遊撃士がいるからって勝った気でいるようだけどね。あまたの修羅場を乗り越えてきたこの私が備えてないとでも思ったかい。1回目は走って逃げて、2回目は電車に逃げて、電車っていうか列車で逃げて、3回目は船で逃げようとしてましたね出てきない、餌の時間だよ、今回は魔獣か。いやー、いろんなレポートリーをお持ちですね、マギサばあさん野生の魔獣より動きがちょっと不自然、脳とか神経系がいじられちゃう、いじられちゃってるなるほどな、特殊な機械が生み込まれてる、はー、あー、なるほどね、魔獣にシャードスキルのやつか。そうさ、こいつは Z アーム社から買い取った試作版の強化軍用魔獣、お前たちもやって終わり、クソガキどもに目にもの見せるんだよ。あ、銃持ってるんだ。いや、マギサばあさん本当に奇跡プレイヤーを楽しませてくれますね。シャード展開かかってこいや、遊んでやるよ。なんか無駄に曲かっこいいんだよな。引っ張る。口ほどにもなかったですね。どうします、お前たち、こういう時はどうするか覚えてるだろうね。盾になるっていうこと？うっ、何？あ、逃げるってことね。足いいな、なんかこうバージョンアップした
モデルでマギザバーサの本気走りを逃げ足の速さが尋常じゃないとホークにあったいや面白すぎますね。はい捕まえた永久遊撃士。マギザバーサ逃げたの。一働きしますか麦沢ばあさん、ピックアップやべえな楽しすぎるな名言いただきました、ありがとうございますやっぱりこの大陸が続く限り私の逃げ場耐えられるのさ。これ聞くの何回目ですか。4回目ですか地方に飛ぶ新しい先でも試してみようかね。ミンネスさんとかどうなってんだろうね、今ね。これは観念してもらおうか。いやそういう問題じゃないんですよ、マギサばあさん。あ、それでも構わないの。ああ、悪魔の味方じゃない。まあグレーだけどね。しっかり Q を据える。うん、いやーめちゃくちゃ楽しかったわ私だけ変なところで楽しんでるわ。あーこれアライメントあるやつかな。 あんたにも罪状がつく。なるほど。うわーマギサばあさんのドヤ顔だわドヤ顔すぎるわ。でもさ、もう3回でもちゃんと警察に捕まったのは1回だけか。それでこれだもんな。もう警察じゃダメなんですよねこの人死んでも治らないというやつですよ。かといってこのままな、まあ依頼主に判断か。まずは私がこの詐欺師たちを預かり、ギルド経由で警察に突き出す。そうですよね、レニーちゃんいるしな。ね、私も把握してます罪状より厳しく罰が与えるようギルドから警察に進言することもできるか。今はそんなことはいいんですよ。民間人の保護を最優先に掲げるギルドとして遊撃士として一工夫する。詐欺被害者たちはあくまで被害者という側面を強く押して、あなたが罪に問われないよう警察側を説得するか。それだとミラを取り返せる保証はない。ああ、被害届すら出してないから。そうなんだ、そういうもんなんだ。正しく法で裁く。トリオンモールの警備責任者に預ける。2つ目の提案が。それどうすんの。警備はマルドック社系列。なるほど。マルドック社はシステム向上のため日頃から犯罪者のデータを収集してる。マルドック社の警備員は犯罪者を警察に突き出すんじゃなく自社に持ち帰って利用する。ざわ。ああ、警備の不行き届きの謝礼とか協力金ももらえる。彼らを利用した後は犯罪者を警察やギルドに届けることはない。再犯を犯すリスクは高い。なるほど。いや、うん、そうね。でもなんだろうな、結果自分がスッキリする、遺恨が残らないのは後者だよね。あー、出た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 、セーブしてないそうですね。いやまあ普通に考えたら上だけどね。でも下面白そうだよな。
エリンちゃんの手前ギルドだけど、マギザバーさんね、ちょっと、でもどっちにしろマギザバーさんはね、逃げると思うんですよね、拘束中に。そんな予感がする。まあ上で行こうかな、とりあえずね。ギルド経由で警察に突き出して後で下見ます。その方が自分はすっきりすると思うよ。私はね、まあね、少なくとも。まっとうすぎてつまんない言われた。だがまあ刑務所に入るのも一度や二度じゃないからね。いつ刑務所から出てたら覚悟しな。私は何度でも返り咲いてやるからね。いやー元気だな。あ、そのためにギルドや警察が摘み取ってみせる。はーい、はい、おーい、お縄についてしまったな、マギサばあさん。じゃあ、あ、てか今回もし国防外に行けんのやったらマギサばあさん巡りはできないんか。さよならマギサばあさん、お元気で。また数年後にお会いしましょう。そうね、美味しい話は本当にね、気をつけ。美味しい話は来ないから。依頼達成だ。報酬が振り込まれたわ。はい。ローが基本的に上がって両方上がるんだね。そんなことある？もうカオスが4になった。マギサばあさんとお話できる？あ、できないんか。掲示板を見る前のネットくんの会話、色が変わってなかったから気づかなかった。はい、それではもう一方の方、マルトゥック社の警備員に預ける。どうなるんだろう。裁きにかけること諦めて利益を優先する。後ろめたいけどその意見に賛成。己の欲望に素直でよろしい。マルドゥック社か、私にとっては得体が知れないところだが、警察やギルドに引き渡されるよりもマシさ。優しい判断をしてくれてありがとうよ。いや逆にどうだろうね。ね、どちらが優しい判断かだったかはあんたたちが身をもって知ることになるかもしれない。ね、どうする、解剖されちゃったら一生便利に利用される。ああ、なるほどね、知識をくれと。確かに、でも逆の意味でさ、いい就職先。あ、いつもの衣装だわ。え、これ受け負ってくれんの？協力金として2000ミラ。うわー、処理。処理。元気だな。はーい、ありがとうございました、マギサばあさん。依頼達成だ。達成です。報酬が振り込まれたわ。